まあ、誕生日まで9日。ね、一桁ですよ、今日から。今日は一日じゃない、ね、今日はレッスンで、もう朝からレッスンだったので眠たすぎてちょっと1時間ぐらい寝るかが2時間ぐらい寝てました。寝起きではない、1時間ぐらい経ってから今って感じ。寝起きではないです。じゃあレッスンだったから今日はメイクはしていない。で、関東なんか寒いらしいですね。寒いというか雪がすごいというか。寒いですね。まあそりゃそうだそりゃそうだ。どこも新幹線動いてくれないと明日いけない。確かに明日抽選会です。プレミアム抽選会。まあそんな積もってはないんだ。なんかめっちゃ大雪になる大雪になるみたいな、めっちゃニュースであっとったのは見た。大雪大雪って。そんなに降ってないよ。まあそれは地域によるよね。朝霞さん、赤ヘルサンタさん、好き好き言うとありがとうございます。ターさん、ケンジさん、スケさん、ライディンさん、好き
好き好き、ありがとうございます。やじうまさん、ありがとうございます。おいでませ元気さん、バラ、ひなたさん、めっちゃ目が乾燥する。あれたーさん、しばけんさん、ありがとうございます。ゆうちゃん、ありがとうございます。めっちゃ目乾燥する。今日は バスクチーズケーキが食べたすぎて、もう昨日というか前から食べたくて、でもコンビニのバスチーはね食べたりしよったけど、コンビニのバスチーじゃなくて、あの本当のバスチーが食べたすぎて、ずっともう食べたくて、昨日ももう深夜に食べたすぎてで今日行動力を出してそう行ってきた。バスクチーズのお店に行ってバスクチーズを食べました。でもね、バターサンドみたいなやつも買ったんですよね。ここにあるよね。ちょっと食べる気満々すぎて、なんかラズベリーみたいな、めっちゃおしゃれじゃん。白飛びする。そう、普通に一つはっていうか、もうバスチーはもう食べたんですけどほのちゃんが言ってたケーキ屋かな、もうそれほのちゃんって言いたいだけやんそう、美味しそうでしょ、美味しそうでしょ。このこういうこの断面、なんていうの、この感じ最高すぎる。とちゃん、ポポさん、ありがとうございます。明日土曜日？明日金曜日？明日が金曜日か。祝日は知ってますよ祝日は知ってる。抽選会があるけん休みの日ってことは分かった。イベントがあったらね、曜日感覚っていうか、ああ休みの日かってはなる。そう、今日金曜日かって一緒になる。世の中3連休なんですね。
今日お母さんからなんかあのあれが来て、物が来て、一足先に9日あと9日あるけど誕生日プレゼントが届いた。なんか去年は誕生日らへんに多分休みやったんかな、2日ぐらい多分休みがあって、そうそう、当日はあのレッスンがあったけど2日ぐらい休みの時にあの来て、広島に来てもらってたんですけど、で、あの尾道とか行ったんですけど、今年はね、うん、誕生日付近、そう、誕生日付近がね、てか誕生日に家にいないので、広島にいないので送ってきてもらった。あのラジオの時もありありありよの時も誕生日プレゼントをラジオの方にいただいたんですけど、あと放送がサラの誕生日らへんなので、違うよ、誕生日間違えてないよね、違う違う、あの受け取れる日がさ、もうわからないっていう意味で早く送ってきてもらった。受け取れる日が、そう、抽選会とかお話し会とかツアーとかあったら家にいないからさ、受け取れないじゃないですか、間違えてないよまあ誕生日はね、先だよね、基本なんかプレゼント後より先の方がやっぱ嬉しいんじゃないですか。なんでも遅いより早い方がね。生ものじゃない。なんかね。サラが前ね、どこで見たのか。欲しいって言ったんですよね。配信とか使えなくて、画面が近い、ママパンダ、勝手にパンダにするか、一番移住してこないよ、してこないよ、しないよ、お姉ちゃんはちゃんとくれると思います。お姉ちゃんもちゃんとくれると思います。トレーニング、何の話、何の話、みんな知らないの、知ってる、知ってるでしょ。いや、鍋はん、鍋、鍋はでもなんかあのあれがね、なんだっけ、鼻の形のやつがあって、それを多分欲しいって言ったけど、それは売り切れとったらしい。鼻型の食器は白、アイボリー白が売り切れやったらしい。可愛い食器があったらね、あのあれですけどね、あの自炊モチベにやっぱなるじゃないですか。これ1個めっちゃでかい、でもこれ、これさ、こんなでかいの何食べるって感じじゃない、こんなにでかかった、何食べようって感じね。レンジ対応、オーブン対応は普通に丸カップ丸カップ、ワンプレート調子朝から、まあまあまあ、そうね、ワンプレート、確かに全部しよう、
ほら、余裕で顔よりでかい。これがね、やっぱ一番可愛いというか一番良いやつなんですけど、家にあって、多分サラが欲しい、あ、そういうことか、家にあるやつをサラがこれ持って帰ろうかなって言ったんですよね、広島に。これだ、これ。あって、危ない、落としたあ、危ない危ない、ギリギリセーフでした。これ蓋をちゃんと持たないとダメですね。これです。いつもこんなもんですよ。そう、多分サラの規制、これはね、もういつもメンバーとかみんな聞いている、みんなあんま聞いたことないと思うけど、普通よこれ。危ないで、本当に危なかった。使いもせずに割りたくないよね、一人用の鍋。いや、一人鍋用ってさ、そんな小食じゃないよ、こんな何も食べれん、豆腐一個入れたらもう終わり。そうね、やっぱオーブン買うべきかな。ちょっとオーブン買うべきかな。グラタンとかやったらね、こういうので作ると可愛いじゃないですか。けど、そう、オーブンレンジが欲しい。そう、オーブンレンジが欲しいんですよね。クルーゼ、そう、花形は売り切れだったからね。ルクルーゼ鍋、オールクルーゼじゃないか。お茶碗とかもあるよね。で、水色も可愛いよね。ハート型も可愛いよね。レンゲも可愛い。なんかさ、こういうのを持つと全てをこれにしたくなる。あの、なんか全てを、統一性を求めてしまうんですよね。全てに統一性を求めてしまう。た、え、あ、びっくりした。1個1万円するかと思った。5個の値段だった。パステル、ウェブ限定。何これ、へぇ、ココット、これココットって言いますね。ベビープレート、かわいい。ベビーのクマかわいい。オーブンレンジ、オーブンレンジね。ハート型かわいい。ハート型、うん、かわいい。え、これ何センチ？ 14 センチのやつかな。
4センチかな。14センチ。10センチ。これ割ったらとんでもないですね。と割ったら本当にとんでもない。自炊のモチベ、こういうのね、あったらね、自炊モチベ上がりますね。アビンさん、のみみずさん、ゆちゃん、ケンジさん、おそさん、すけっさん、ファーシモンさん、ビロシさん、ありがとうございます。という紹介でした。趣味が感想でしょ。なんだっけ、3月11日にあるなんか東京舞浜であるフェス出たかった。これはもう涙です。出たかったってなってます。私の推しの田島ねるさんが出てらっしゃって、そこかよ、だからみんなからしたらそこかよって感じかもしれないけど、あー、出たかったってなりました。なんかずっとこいつ、なんかずっとどれ、しかも舞浜もね、やっぱ舞浜だからまあ舞浜もいいなと思ったけど、やっぱだって唯一そこかよって思うかもしれないけどさ、だって唯一さ、あれだよ、あの共演ではないけどさ、同じステージ、まあ、うん、一緒に立つわけではないけどさ、同じステージに立ちたいって言っていて、そのあれだった、その唯一のチャンスだった、悲しい。でもやっぱ思った通りではあるんですけどね、10日にね、あれがあるので、10日にあるフェスのメンバーがまあそりゃね、そのまま関東にいるんだから、そのまま出るでしょうねって感じだったんですけど、悲しい。どうしようこれで STU の行ったメンバーが写真とか撮っとったらもう出ちゃいますね。そこはね、スタッフとしてとかで行くとか、あの見に行くとかじゃやっぱダメなんですよ。勝手に出ようかな。勝手に出ようかなレベルで、本当そんなことがあったらもう私もう耐えられません。3月次にいなかったっけ、3月13日のお話し会がテンション鬼低いかもしれません。鬼低いかもしれません、本当にもう。いやだってさ、
本当にもうそのちょっとの好きとかじゃないから、本当にもう握手会に行って劇場にも行って生誕祭にも行って、本当に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 好きだった推しメンにやっぱ先輩が私もその同期とかがあったりしていた、まあ会うのはまあ仕方ないっていうか、まあねそりゃ会うことぐらいあるよなって思うけど、それでね写真とか撮ってたらもうそれはもう本当にうん発狂ものですよ。スタッフパス、え、そういうことではないんですよ。同期が会うのが許せない、そういうことじゃない。マウント取られるか、マウント取ってきたらもうそれはもうさらこっちにもうマウントは取ってこないでしょ。嫌なというかそりゃ悲しいですよね。というこっち行けって、まあ、そんなこと言ってたらね、もうそんなこと言うんだったらもう私はもう行けとか言うんだったら私はもうそんなことを言う人を嫌いになりますもうそんなことを言う人を嫌いになります。本気で嫌だって言っているのに、本気で悲しいって言っているのにそれを行けとか言うんだったら嫌いです。みんなも考えてきてもらえます。考えてみてよ、同じ立場になって考えてみてよ同じ立場になって、自分の会社、まあまあまあ、じゃあ自分の会社の同期が自分の推しメンと仕事で会って写真撮ってきてたらどう思いますか。よかったねとはならないでしょ。ツーショットじゃなくて写真撮ってきてもらう、やだやだやだ、そんな写真撮ってきてもらったら喋ることになるじゃん。話して写真撮っていいですかっていう、もう会話してるじゃん。そんなもうそんなんならもう一切そんなこともしなくていいそんなこともいらないいらない、メッセージ動画いらない、それを撮ったのがっていう思ったらもう嫌です。それが嫌なのでしなくていい、しなくていい、求めてないって、ジェラシーが返しやすいんでしょ。そういう気持ちになるでしょ皆さんも。そうだ、自分に置き換えて考えてみてくださいよ。想像しただけで嫌でしょ。え、そうなの。サラもあの相手がそれは好きな人、その別に同じぐらいその推しのことを好きな人が会えたんだったらまあいいなとはなるけど、よかったねって、本当に好きだもんね、よかったねって、悲しいけどね、悲しいというかまあ羨ましいけどいいねってはなるけど、好きでもない人が好きでもない人がこう絡んでいたらそこはやっぱうんってなりますよ。わがままとかじゃないよ、本当に好きだったらこうなるよ。本当に好きだったらね、心の奥底から好きだったらね、サラピの写真渡して一緒に撮る、いやそれをスタッフさんがしてくれるならいいですけど、メンバーにはしてほしくないメンバーにはしてほしくないです。それをマネージャーさんがね、あすいませんうちの吉田がちょっといいですかって言って写真撮ってきてくれるならそれはもうありがとうございますってなるけど、それをメンバーがするとそうやって近づいたんだろう、そうやって言いながら近づいたことに変わりないだろうってなります。本当に好きだったらね、でしょ、その好きな人近づいてたらちょっとそこはね怒りますと。でも全然自分と同じ仲間の自分と同じぐらい好きな人が会えたんだって言ったらよかったね、いいな、でもよかったね、でもいいな、でもよかったねってなるけど、そうっていう話ですよ。
誰のことでもないよこれは誰のことを言っているとかでも、あの誰はいないです、誰っていうのはいないんですけど、あの例えというか、あのみんなと一緒で妄想の世界のお話です。しかも悪い方の妄想ですね、勝手な被害妄想ですねこれは。本音出まくり、いつも本音ですよ。来週生誕開催されるの、なんか延期になってなかったっけね。でもあのちょっと広島もまん延防止がちゃんと終わってくれればお見送りできるんかな、生誕祭。これ自分の生誕祭の話ですあの推しのじゃなくて自分の生誕祭の話なんですけど、自分の生誕祭の話なんですけど、いやもうそこはちゃんと願ってるんですからね、こっちは。こっちもしかもブルーライブだから、エリオンだったらまあまあ全員に手触れるけど、ブルーライブはちょっとね、もしかしたら後ろの方はその一人一人が見るのには限界があるから、ちょっとちゃんと今のところ伸びてないけどっていうね思ってます。頼んでどうにかなる問題じゃないからね。まあもう世の中がどうかっていう問題ですからね。そうそう、広島伸びるんじゃない、そんな辛辣なことは広報な予感。そんなこと思ってたら広報になりますよ。自分は最善だって思っとかないと、自分は最善土線に入るんだっていう気持ちでいないと。まあね、ちゃんと開催されるだけでね、いいんですけどね。外でお見送りすればいい。確かにね、それはそう。確かに寒寒でも寒でも、まあ確かにそれはそうだよね。確かに、ね、別に全員出なくてもいいしね、お見送り。まあもちろんサラ以外の目的で来とる人もおるかもしれんけど、そこはね知らないよって気持ちで、ね、こっち側が何人もいちゃダメなら外でマスクしてあれシートやって、それが一人ででもやればね、別にね、まあ、こういうのを頼む価値はあるかもしれんけど、まあ飲み代でくれればねそれが一番いいんですけどね。というかね、お見送りした方がさ、あれになりそうじゃない？帰省退場みたいなやつ。知らんけど、みんながどんな感じで退場しとるのかをちょっとお見送りない時にどうやって退場しとるかは知らんけど、あれやけど、お見送りあった方がさ、みんなちゃんと並ぶからさ、お見送りない時にちゃんとしてないとかも言ってないですよそれはちょっと知らないけどそれに関してはみんながどうやって書いてるかとかまでは知らないんであれなんですけど、
一番ですけどね。普通にマンボウが、マンボウじゃなくできることが一番ですけどね。でもサラは、あの生誕祭は、あのいつもチャートリは、いつもというか秋田を見た人は分かると思うけど、チャートリはフラワー衣装、最後のブロックフラワー衣装、前までは T シャツやったけど、 T シャツズボンやったけど、今はフラワー衣装なんですけど、チャートリはピンク統一なんですけど、生誕の日は自分色を着ます。自分色、サラの好きな色を着ます。まずは当落、確かにまだ当落出てないんか、確かに、違う、なんか生誕の日付、日にち、日程だけはさ、今回すごい早かったから発表が、なんかもう、しかもみんなもなんか来る前提だからもうなんかね、もう決まっとる前提やけど、そもそもまだ応募期間中だから、応募すらちょっと来る気になって応募してない人とかいないですよね来る気になきゃなって応募してなかったみたいな。黄色ってなわけないって言ったら失礼やけど、なわけない。だってもう来る、もう来る、来るっていうあれだから、みんなもう、チケット代払うから当選したいって、当たり前だ、そんなん当たり前だチケット代倍払うからとかならわかるけど、チケット代払うからそれは当たり前だ何言ってんの。食べようと思ってたら、これでも食べるかな、セトラブにね、乗せるからね、乗せる前に食べておかないとね、味の感想言わないからね。かわいい、これがかわいいっていう気持ちわかるか。可愛いっていう気持ちがある。柴犬さん、すぐるさん、ありがとうございます。これはどう食べるのが、落ちそう。うん、岩ポーピーなかった。
やっぱこういうさ、うん、こういうさ、あの一番手作りクッキー的なやつがさ、クッキー界で一番美味しいよね。ポコのやつ、チンポルポ美味しい。これみんな家で食べないとポロポロ落ちる。うん、こういうクッキーが一番好き。人の手作りのクッキー、甘いものは、甘すぎるものは好きじゃない。これも全然甘すぎない。うん、車の中とかで食べたらもうボロ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 。クッキー食べたら歯の裏側につく。嘘。受け皿が必要ですね。あ、クリームが。ね、クリームサンド本当に美味しい。さあ、こういうマカロンもやけど、あのサンド系が好きなんかもしれん。うん、これ何やったかな。ベリー系やった気がする。ラズベリー、ラズベリーです。鼻にクリームつけんの。クッキーちょっと汚い。クッキーだけでめっちゃ分厚い。しかもさ、今品書きみたいなやつ見たら、コレステロール 97% オフ。コレステロールって何？油？脂質？そういうのちょっとよく分からん。
コレステロールを気にしているお方でも食べれますね。でも食べれますよこれは。コレステロール 97% オフですか。もうの原因の一つ。でもオフですか。知らんけど控えましょうって書いてあった。それ知らんけどじゃダメじゃん。これはいけます。 97% オフなんでね。今の体型気に入ってますって。いいことだね。知らんかった。知らんかったらそんなコレステロールがオフとかわからんぐらい普通にあの美味しい味です。あのサラも糖質オフとか書いてあるとなんか勝手に美味しくないって先入観を抱いて食べないんですよ、そういうもの。糖質オフとか書いてあったらね、勝手になんか美味しくないイメージを持ってしまって、そう。食べないんですけど、これは全然。どこに売ってるの？セトラブに載せます明日。セトラブに会員入ってない人は、まあ入るか自力で調べるかなんなりしてください。え、これはめっちゃ美味しいよ。あのコレステロールオフだからっていう風評被害、これはもう風評被害なんとか名誉毀損なんかあの。あ、それはダメダメ全然。さあもうこのお店は絶対また絶対また絶対また買いに行くよ。リピ確だ、リピ確。風評被害、風評被害、まあそういうことニュアンス伝わればまあいいよ。糖質オフだからって全然あの関係ないあれでした。過ぎない。アビンさん、朝香さん、ありがとうございます。んさ、甘いのを食べたらしょっぱいものを食べないとダメな人なんですよ。
カフェは自分で調べるよ、いつも。自分の目を、自分が行きたいと言って、うおこれやば。まあ見てないことにしよう。全然糖質オフじゃない。糖質60ある。糖質60ある。しかもこれだけじゃなくて、あの普通のやつも食べたんですよね。あの1カップ普通のじゃがりこも1個食べたんですよね今日。まあ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 、甘じょっぱいもの食べればいいの。いや、そういうことじゃないんですよ。やっぱ甘いものを食べたいときは甘いものを食べたいじゃないですか。うん、そうよ、今日5時間踊ったから大丈夫、問題ない、大丈夫大丈夫、5時間踊ったからね、5時間踊ったから、何もないし、何もしてない一日じゃないから。おごり？ん？沖さんがサラの遅さにびっくりしてた。沖さん？なんで？後だけど踊った後だけど、踊った後ですけど、うん、踊った後ではあるけど、それ5時間踊ったから。サラの衣装、あーディフェンス、愛しさんディフェンスの衣装、そう沖さんね、サラの衣装、サラの衣装っていうか、サラが普段着てる衣装、言っても聞かないからお食べなさい、言っても聞かないって、親かよ親かよ、寝る前に食べてはいけませんって、まだ寝ないから、まだ寝ないし、しかもさっきのバターサンドがコレステロールオフだったから、まあまあプラマイゼロってことでね。ゼロの意味、いや、ある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 、あります、あります、甘いものの後にしょっぱいものを食べたいっていう気持ちがあるから、そのしょっぱいものも食べるために甘いもののコレステロールをおふったんですよ
そうよ、さ2月20日からお菓子食べないから、超10代までで地味に決めてるけど、まだ確定はしてないからみんなには言わないけど、自分の心には決めているから。でもまだ言ったわけじゃないので、まだ言ってはないけどね。歯磨きするまでは何してもいいってねー完食しました。言い訳やって、別にいいでしょ、サラが何を食べようとあなたたちだって食べているでしょ。あなた方はお菓子を食べていないのか。今言ってる。でも確定ではないですよって、確定したら教えるけど、確定してないので、勝手に確定はしないでくださいね。自分のことは自分で決めるので、自分で食べるものも自分で決めますし、自分でちゃんと決めているので。アイス食べたよ。皆様にいただきました、あれを食べました。ダッツハーゲン。そりゃそうだよ、例外は作るよ。そりゃそうだよ、だって誕生日から超10代までって1ヶ月半ぐらいあるんですよ。だって1ヶ月半お菓子もアイスもデザートも、デザート食べんかったらセトラブ止まりますからね私のセトラブは止まりますからね、言っときますけど、セトラブの投稿はできませんそうなった場合、セトラブもお仕事ですからね、カフェに行くこともお仕事ですから。止まりますでしょ。だから1ヶ月半そんなね、お菓子を食べないって言ってるだけ。お菓子とデザートは別ですよ。これは言い訳ではありません。本当これ言い訳でも何でもないよ、本当のことよ。お菓子とそのデザートというものは別なので、あ、てかダメだ、あれだ、そんなん言ったら生誕祭とかでもらった差し入れとかも何も食べれんくなる。いやでもそれはデザート。うん。というかね、禁止する必要はないんですよね。禁止とかすると食べたくなるから、そういうことじゃないんですよね。この時間にこういうものを食べたりしなければ別にいいんですよね。というか動けばいいんですよね。というかそんな変にバーンとならなければ別にいいんですよね。っていうあれではあるよね。そうよね、みんなに用意していただいたラウェイですから、そんなラウェイでコンディションの悪い姿を見せるのはあれだけど、でもだからってそんな緩いよとか言われる筋合いはないし言われる筋合いはないし、食べちゃダメだよって言われる筋合いもないし、なんでお菓子食べてるのとか言われる筋合いもないから、だからもう自分の中で決めるので、お菓子禁止してるともしてないとも言いません。聞かれても答えません。なので放っておいてくださいもうそうですね、まずそもそもつぶやく、こう言ってはないけど、言ってはないというか約束はしてないけど、つぶやいたこと自体自分が悪かったです、すみませんそれに関しては私が悪かったです。ただもうあれなので放っておいてください放っておいてください。サラもだってサラ言ったことないし、みんなにね、なんかちょっと食べ過ぎじゃないみたいな
ちょっと痩せた方がいいんじゃないとか言ったことないから、言ったことないから言われる必要もない。ステージでそんなボンってならないようにはちゃんとしますけど、ちゃんとそれはもちろんしますけど、気をつけはしますけどだからはい、言わないでください。放っておいてくださいって。分かりました。全然言わないですよ。サラはさあ全然あの人のこと、人のそのみんなのみんなの体型とかそれはあのその口出ししません。別に好きに、健康に、健康だったらいいと思うので、ね、そんな体型なんて人に言われるものではないし、言われてどうこうするものではないし、はい、みんなが太ろうと痩せようと全然いいと思いますなので持っておいてください。まあ太ったぐらいでお支援するような人がいるとすれば、まあそれはそれまでの好きだってことですので、はい、健康にいってくださいね。たださも健康管理はしないとね、そこはね、あのメンバーにも運営側にもみんなにも迷惑をかけるので、そこはちゃんとしますが、それ以外に関しては言われる必要はないので、生きていきますそうして生きていきます。健康に行きましょう。皆さん健康でいることだけを約束しましょう。はい、健康に行きましょう。腹筋が行けなくなった。サラがカフェ紹介しすぎてみんなカフェに行っているせいかなサラが太らせようかもしれない。もしかしたらおすすめのデザートとかおすすめのお菓子とかおすすめのお土産とかおすすめのカフェとか教えるから、それでそれでちょっとそういう風になってる人もしかしたらおるかもしれないたまにはヘルシーなものも勧めましょうか美味しいと思えばね。サラが食べないからな、そういうなんとかオフ系を。これは本当に美味しかったので、さっき食べたバターサンドに関しましては、まあ明日のセトラで見てくだされそう、まあまあね、美味しいと思う、美味しいと思えば進めます。でも週1しか紹介してないし、週1か、まあ週1紹介したカフェに全部行ってたとしても、まあね、そんなことない。そんなこと言っとったら週1紹介してるカフェを全部食べとるサラはどうなるんだって話になるから、関係ないですね関係ないです、関係ない。バレンタインがやってくるし、
したい、三平のにしたい、三平の真似したい。でもみんなね、本当にカフェにいっぱい行っていてすごいと思う。というかそんな話した後にちょっとみんなに言うのはあれなんですけど、ちょっと申し訳ない気持ちもあるんですけど、ミスドの今ポンデショコラシリーズが出とって、もうサラは最強にあれなんですよ、あのもうミスドをサラが年一で、年一というかあの食べるのはいつもあれの時なんですよ、ポンデショコラシリーズが出た時なんですよ。だからもう今もう最強すぎて、そう逆にサラはポンデショコラが出ている時ぐらいしかミスド食べないんですけど、うんふんうんふんうんふん、美味しいんです。コク深ポンデショコラ、ショコラの味わい心ゆくまでっていう、たまに出るんですよポンデショコラ。サラはポンデザクショコラとポンデショコラが好き。でもこれも美味しかった、ポンデ大人のポンデショコラ焼きチョコビターも美味しかった。普段行かないけど、サラミスドあんまり行かないんですけど、ポンデショコラの時だけはね本当に食べたくて、今日も食べたくなったけど、やっぱバスチーを買った後だったので諦めたというか、まあいいやと思ってやめたんですけど、やっぱバレンタインシーズンはそういうものがいっぱい出るんですよ、仕方がないよ。なんかもねめっちゃ美味しそうなのが出てたんですよ。ナナのコンビニにミニドラっていうミニドラ焼きの、そのドラ焼きの中がなんか今日こっち舐め袋そうな、あのドラ焼きの中がさ、いつもあんこだから、まああんこそんなにだから食べないんですけど、ドラ焼きの中がチョコっていうミニドラが出てるんですよ。もうそれも絶対バレンタインシーズンだからだ最強すぎて。あとなんかセブンかな、なんかどっかにトゥンカロンが出とるらしいけど、広島のコンビニでは見つからん。関東とかにはあるんかな、トゥンカロン。トゥンカロンが出てるって聞いたんですけど、でも見かけてなくて一度も。トゥンカロン、あ、これだ。あ、これ富士屋のやつ、セブンだ。でも一回も見かけてない。見かけたら教えてね。セブンイレブンに売っているらしいトゥンカロン。らしいよ。そう、でも一回も見かけじゃない。ローソンにはね、マカロン、普通のマカロンは常に売られてるけど。ベノーさん、たくさんギフトありがとうございます。大体そういうのって関東が早いイメージなんですけど、
敗になったら眠たくなってきた眠たくなってきたよ。ケンジさんありがとうございます。待って全然健康的じゃないでしょ。そのさ、お腹いっぱいになって眠たくなってきたって言ってもそれで寝たの全然健康的じゃない。そんな食べてすぐ、まあ、食べてすぐ寝た、食べてすぐ寝て起きて今状況だから食べてすぐ全然健康じゃないよ。もうなんだかんだ配信してもう1時間え？もう1時間こんな過ぎてるって考えたらまあそりゃそうだけど全然健康的ではありません。間違いなく健康的ではない。もうお風呂に入ったら目覚めるからね。大体。ね。お休みツイートでもしとくか。ね、あのツイッターのさフリート機能があったらこのね、こんなあれここにツイートせんくてもいいの。フリート機能を使ってみたかったな。ね、早かったよね、なくなるの。使いたかった。なんかそんな一生残したくはないけど、一生残したくはないけど、ちょっと軽めのこと載せるときにフリートが欲しかったなと思うよね。ね、フリート懐かしいよね。そろそろインスタ聞いてみたらってさ、1年以上前から言ってるよ。インスタなんてもうもはや1年以上前からもうずっと言ってるよ。1年半前から言ってます。リトチャー時代から言ってます私のツイートのないでもツイッター始めてからも言ってるよ。私はツイート私の投稿はツイートよりもインスタ向きなんですってずっと言ってるよ。別に文章とかツイートがどうとかではないので、あのインスタ向きなんです言っていますけどね。まあまあまあそんなみんなも言わずに
寝て待ちたまえ寝て待ちたまえ、ほんと全身写真とかもなんかツイッターに載せてもあんま需要がないっていうか、なんか需要はあるかもしれないけど、なんか全身写真とかもツイッターよりインスタじゃないですか。ほう、生誕祭でインスタの開始の発表ですかって、いいえ全くその予想は合ってませんので、全然残念でした、合ってません。仮にそうだったとしてもね、そのコメントをされたらそうですよとか言うわけがないのでね、まあ違うんですけどねめっちゃ厳しいやつまあ違うんですけどね。そう、今はサラの中のインスタはセトラブ中、ストラブに全身写真とかは載せんけど載せないけど、そう寝て待ちたまえ、ほんとに。STU の知名度を上げるため、まあでもそれはそう、ほんとにそれはそうですよ。あの今の若い子は Twitter はあんまりやってないんですよ。さんの友達とかも Twitter やってないから、サラちゃんのツイッターフォローできないんだよねって言われる、インスタやってよって言われる、ツイッターやってないらしい。でもサラももうツイッターは本当にやってなかった。インスタと TikTok、 TikTok ね、TikTok でバズればバーンと時代ですからね。STU なんやろうな。ボンとなりそうな曲、LINE もしないんだよ、 LINE もしないの今の子、 LINE もしないとかあるの、どうやって連絡取る、あ DM でってことか、なるほど。そうだよね、文章より写真なんですよね。てかみんなも別に写真じゃん、そんな文章を求めてないでしょ別に。写真じゃないですか、やっぱ。だからこの写真載せようと思ってもその写真に関してなんか特にそんなに語ることがないから、こんばんはとか一日お疲れ様ですみたいな感じになるんですよね。だからって無言で写真だけ載せるのもね、それこそインスタじゃんってなるからあれなんですけど、文章はメールとかね。文章を求めてるって、文章の何を求めてるの、何を言ってほしいのなんかあの何を言ってほしいの、そうさ、基本長文好きじゃないんですよね。長文ってあんま読む気にならなくないですか、わからん、人によると思うけど伝えたい大事な、そう伝えたい要件だけをやっぱ伝えた方がいい派なんですよ。さあもう伝えたい内容だけを伝えてほしい派だから、その
なんかその前後のなんか語るところはもう相当大事なことじゃない限りは別にそういらない派だから、自分も多分そうなんですよ。写真だけだとマネージャーが上げてる、そのマネージャーさんがね投稿してくれるとかないからね本当にないからね、全部手動ですよ。だからサラの長文の時は大事な時ですね。長文は何でもかんでも長文にはしない、まとめるは。まあね、ツイッターはね、そうね、ツイッターはね、長文書こうと思っても書けないからね。文字制限というものがあるから。だから多分長文書く人は、ツイッターで長文書く人はみんなメモみたいなの書いて、その画像を貼るしかないんですよね、と。そうなんですよね。たまにある長文読んで泣いてます。泣いてます本当に。マジ。メルチョブ来たら緊張する、緊張する。あずかさんありがとうございます。緊張するんですか緊張するんですか。重視でも、なんかそう思ったら人間ってなんか全部なんか統一してるっていうか、なんかって思うんですよ。そうなんかこう整理整頓とか、そのゴミではないけどあの捨てたくなるというか、あのそういう心があるから、多分ツイッターとかもなんか変にちょっとどうでもいいこととかあんまツイートしたくないっていうか。そうだし、あの写真、携帯の中の写真とかもいらないなってやってたら消すんですよ。もうなんかそのスクショ、なんかこれ買おうとかと思ってスクショをしとって、買ったらさらそのスクショ消すんですけど、そのやっぱなっちゃんとかはそういうの気にならないらしくて消さないらしくて、気にならんらしくて、そういう写真とかもいっぱいあるらしいんですよ。だからそういうところってなんかあの人間同じなんだなって思った。そういうのってなんかこう関連づいているというか、なんだなって思った。財布の中に小銭が基本的にあんま入ってないんですよ。なんか650円とかやったら1150円とかさ出す人なんですよ。そういうの気にならん人ってこう1000円ポンって出すじゃないですか。ってなっていったらどん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 細かくなっていくじゃないですか。だからなんかそういうのってなんか全部関連づいとるというか、全部なんか繋がってるとか、まあ、性格が出るっていうか、なんだなと思った。ツイッター画像 4K、 あれさどうやったら 4K になる、そんな、なんか設定があるんかな。なっちゃん一時期めっちゃなんか写真の画質めっちゃ悪かったで、悪いんよねって言ってたんですよね。そしたらなんかいつの間にか 4K になった。極端すぎる極端すぎる。どうやってその 4K とかにしとるの、元の写真。
4K とかさ、 4K じゃないとかあるの、携帯のあれ一緒なはずなのに。携帯のあれ一緒なはずなのにな、みんなアプリで写真撮ってるはず、一緒なのにね。まあいいや別に。サイズが大きいとかなんか、なんかね、でもメールもね、そうなんですよね。なんか3枚写真つけれるときと、なんか1枚しか写真つけれんときとかあるよね。でもいつも一緒なのに、あれは、その撮っとるアプリとかは全部一緒なのに、なんかその時によって変わるから、ちょっと、よくわかんないんですよね。ケンジさん、ハート500個ありがとうございます。さあ、もうこのツイート消したいんだよねなんかもう消したいんだよねこれ。なんかもうあるんですよ、なんか載せた時は良くても3日ぐらい経つとなんかこの顔面やだなみたいななる時あるんですよね。でもそういう時にいいねが1000超えとったら、まあ消さんでおくかって気持ちにもなるけど、本当になんかそういうあれなんですよね。見返さなければいいんですけどね。多分サラがこれを消したい原因、消したい理由は多分背景が赤だからなんですよねあの背景が赤っていうところでちょっと嫌になってるんですよね。これが多分白だったらいいんですけど、背景が赤っていうことによって消したい願望に、が消したい衝動に駆られているんですよね。まあ、この画像を撮っときたい人は保存しといた方がいいです。いつ消されるか分かんないからね、さらに消される可能性は。今までツイ消ししたことあるって、ある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 、なんかあるある、なんでなんかブサイクだなみたいな、なんかやだなって思ったら消しちゃうよ。レポとのやつはそれ消さんけど、全然赤でもそれはね、思い出というか消さないですけど、これはなんか嫌になってきたっていうのがあるんですよ、うん、追記し甘え、なんでどういうこと甘えって、そんなこと言ったらツイートしなくなっちゃうよ。サーの今ホーム画面可愛いんですよ。ホーム画面、あのトップ画じゃなくて、ヘッダー画像見ましたヘッダー画像かわいいんですよ。ヘッダーもずっと白だったんですけど、ちょっとこれには今のとこ満足してるけど、こういうのもさ飽きたら変える派なので、もう白に戻すからそう、それは全然白に戻しても千穂さんのことが好きじゃなくなったとかそういうことじゃなくて、消したくなるから、消したくなるっていうか、なんか違うなってなったら白になるから、
一昨日ぐらいに設定した。いや一昨日じゃないの、アリオの日に設定した。しかもなんかあのトプガがアーシャで、そのアーシャと同じ衣装を着とるけん統一性があるっていう点で気に入っている。顔が切れてるのはわざとです。こういう方が雰囲気的にいいんですよ。なんか顔を入れるとなんかちょっと違う感じになる。多分あの顔、トップ画で顔があるのにそこに顔が来たらなんかちょっと重たいというか重たいみたいな。こだわりっていうやつですね。顔入れると多分違うんですよね。入れてみたりもして、あ、顔入れてもいいけどさ、まあ、顔入れてもいいけどね。顔を切ってるのはわざとではあるけど、顔を入れてみるのもありありっちゃあり、あり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 を、顔を入れるのもありっちゃありだな。確かに。でもなんかヘッダーはさ、顔が入ってないなんかその雰囲気感っていうものを出すのがいいじゃないですかってサラ的には思うんですね。だからっていう悩みポイントではあるんですけど、あ、違う、顔入りで一回やってみたんだ。顔入りでやってみたけど、なんか顔を入れてやったら、あのなんかね、このここで多分今見たら分かるけど、サラだけ？これは携帯の問題？なんかここの部分 のせいで、ここ顔がどうせ切れるんですよ。そう、やってみたんはやってみたんだ。そう、やってみてやってみた。この設定段階で見るといいけど、その隠れるんですよ。だからそれだ、でも顔を出せるぐらいにすると、それはそれでなんかバランスが、顔を写すにはね、これぐらいしないといけないんですよね。でもこう、まあでもさ、顔見せんくても多分分かる人には千代さんって分かるし、てか多分千代さん、サラがこんなこと、こんなヘッダー画像にしとること自体多分知らん多分知らんし、そう、多分サラのでもやっぱ自分の携帯からだから、あ、でもこれでいいか、これでもいいけどこう押した時になんか画角が悪いなってなるじゃないですかっていうさ、そういうなんかあの、人は多分みんなは気にしてないようなこだわりが自分の中であるから、あの結構ちゃんと理由があってこうしてるみたいなやつが多いんですよ。全部あのたまたまこうとかじゃなくて、サラがしてることって大体全部あの理由があるというか、そう、意味があるっちゃあるんですよね。まあでもいい感じだ、今いい感じだね。これにしとこう、顔をまあ出しとこう。顔出したくない気分になったら消そう顔を。こだわりがあるんです。伝わってる人には多分伝わってると思うんですけど、こだわりがあるんですよ。でもこの写真のこのここの部分が可愛いなと思った。この雲みたいなやつ、ここを見せたかったっていうのもあるんですよ。ここを見せたかったっていうのもあるんですけど、これを撮るか顔を撮るかっていう問題ですよね。まあ今は撮り、いつもこうやって一人で悩んでるんですよ。で、一人でやってます。こんな、そんなサラがいろいろ一人でいろいろやってね、こんな考えて
やっとるってみんなが思ってないようなことも考えてるんですよ。まあいいや、とりあえずこれでいいや。とりあえずこれで。とりあえずこれで。細かいんです。細かいこだわりがね、あるんですよ。ということで、もうこんな、あらあら。もうこんな時間。じゃあ45分になったらランキング見まーす。明日はね、抽選会がありますね。プレミアム抽選会と、なんかバレンタイン配信、バレンタイン配信、あれ何かわからんけど、なんかバレンタイン記念特番みたいなやつが、うん、なんか生配信あるらしいですね。 LINE ライブやったかな。ということで、では開いてたランキング見まーす。48位ターさん、24位中野さん、13位 MJ さん、12位奥行さん、11位ケンジさん、10位シマンチュさん、9位おいでます銀貴さん、8位浅香さん、7位スマイルさん、6位ゆうちゃん、5位電脳さん、4位ピルスさん、3位ヤジウマさん、2位ライリンさん、1位赤ヘルサンタさん、ありがとうございました。それではまた明日、会場なり配信なりなんなりでお会いしましょう。ということで、ありがとうございました。長々と。